琉球における信仰では、古琉球及び琉球王国を中心とした領域における信仰のうち琉球神道以外のものを扱う。天マ琉球土着のものである点においては琉球神道と同様であるが、民間信仰としてのヒヌカン信仰は発展経緯や形式がはっきりと異なる。琉球においてヒヌカンはティダと同じものとされ、アジア、王権の権威付けの元となり、 琉球王府の再生一致体制の基盤となった。ヒヌカンの起源は、定まった場所に三つの石を並べて、これを拝んだものであった。三つの石の上に鍋を乗せて、火にかけて煮たけをすることから、原始からヘッツイの神でもあったと考えられている。火とヘッツイの神は、世界各地で見られるが、琉球で、ヒヌカンは火そのものからは、離れて、ヘッツイや、一家の繁栄。 家庭の冠婚葬祭まで一切を守護するものと捉えられてきた。民間信仰としての犬館は、新職の職業信仰が家庭に簡素な形で広まり、さらに工術の道教のかまど紙信仰と集合した形態と考えられる。これは一般民衆に広く受け入れられ、各家庭のへっついの上に犬館のお札を貼り、女性が拝む風習が現代まで残っている。 起源につき、沖縄における仏壇が家庭に置かれるようになったのは、近世以降だが、カ館は古琉球の時代からあったという。家庭のへっついの上にあるカ館は、お通し書として、神々と交信のできる場所とされている。カ館で女性が拝むノリとは、グイスという。毎月旧暦の作望になるとグイスと共に、チムが会を唱える。 大た白米を三千と大きな先行を備える。なお、ヒヌカンを先に、その次にとうとう名を拝む。基本的に、ヒヌカンに触ったり拝んだりするのは、女性だけで男子禁制である。また、とうとう名が男系継承されるのと対照的に、ヒヌカンは姑から嫁へ、母から娘へと女系継承されると言われる。ヒヌカンは、 香炉の灰の一部を灰分けするのが正しい継承のきたりであるが、現代は特に灰分けしない過程も増えている。神道における火の神は家具土が見られる。日本本土でも、一へッいの神未保工人が見られるが、これは神道、密教や山岳信仰が集合して成立したとされ、神道、仏教に展開し神社、仏閣で祀られている。 神前での悪口や陰口が近畿とされるのは、かんと掃除する。沖縄の仏壇琉球王国時代における仏教は、国王、王族や氏族の一部が崇拝するだけであり、大和のように庶民にまで念仏が早くから普及したのとは、様相をことにしていた。それでも、王国廃止、沖縄建設地以降は庶民にも普及した。 沖縄県外ほど宗派にこだわりはなくユタを呼ぶ場合もある。遺廃は中国や日本に見られる物式のものと異なり、御事と御前という祖先の遺廃を置く。また供物も県外での正式なものは一十三歳など、精進式だが、沖縄では豚の角煮など、肉類も普通に備える。琉球国由来機関中の琉球国所持給機序によれば、英祖の知性。 禅10年間に国籍不明の禅館なる禅寺がこの箱に流れ着いた。禅館は札落と改造であるとだけ言って、詳しいことはわからなかったが、時の英想王は禅館の徳王文字、これを回帰として、浦添城の西に札落山国楽寺を建立した。琉球国書寺給記事は、これが琉球における仏教の始めとしている。禅館の国籍について、 鳥越健三郎は琉球国由来記の記述に従い国籍不詳としており、またただ高政は南宋の僧侶である全漢大厚史に琉球への仏教伝来を固くした可能性を指摘している。極楽寺は後の琉福寺となり、現在は廃寺となっている。その後、サットによって1368年に日本の寄主法院が来流して直眼寺を開き、 新言宗を伝えた。第一直し王党の正安久王の知性には、京都から高アク悪イン証拠がトライした。悪インは、琉球における、臨済宗の外も言うべき人物で、正真王が1492年に、円覚寺を創建するにあたって、悪インを回帰とした。円覚寺は、琉球王家の護後厚く、 沖縄戦で消失するまで、琉球第一の巨殺として繁栄した。歴代国王のお後へはすべて縁楽寺に安置されていた。縁楽寺、天皇寺、天海寺を合わせて、那覇三大寺といった。他に、那覇の草原寺も昔から有名である。安久王はまた、多くの盆晶を鋳造させたが、中でも首里城正殿にかけられていた、万国診療の鐘は有名である。 収集をもって、万国の診療と、なしという名文には、海洋国家としての気概が示されているが、名文の後半では、仏教の交流を歌っている。遠学時あとまた、1603年には明へのとこを、心した、日本の僧侶、大中が琉球に渡り浄土宗を伝えた。滞在期間は3年であったが、少年王の機憶を受けている。 エーサーは大中が伝えた念仏踊りが元である。また、帰国後、琉球新闘期も表している。薩摩藩は藩内で浄土新宗を禁圧していたが、これは琉球にも適用される。1636年以来宗門改めが実施されるが、一向そはまだトライしていなかった模様である。それでも19世紀になると一向胸の摘発が行われるようになり、 1853年には、先祖が薩摩からやってきた管理、中尾市正隆とその信徒が摘発されている。鳥越健三郎は、日本と同様に、琉球においても仏教は、国家安泰の保障、内視実験者の実験用語を願って入れられたもので、あったとしているしかし、日本では、時代の経過と文化の発展とによって、政治的基礎が破砕され、次第に、 本来の使命である民間信仰的なものへ帰ったが、琉球では王国の崩壊まで寺院は国王及びその一族と共にあり、ついに民衆の信仰の対象となる時期を持たずして終わったと述べている。その一方で、うったに先行が備えられ航路が設置されることが仏教の影響であることや、仏教信者でも定まった寺院の断トでもないのに、威廃を安置する仏壇を備えるのは、 王族の指示における貴族風に習ったためであると指摘している。宮里ともみず、琉球人の思想と宗教によれば、琉球人は寛容で新種の気象に富んだので、諸国と交易し、それらの国から多くの文化を取り入れたが、取り入れた外国文化は自国文化と融合させて、独特の文化を作ったと述べ、仏教もその内容を琉球固有のものに変えたとしている。 具体的には、琉球人は教文を知らず、珠も持たず、礼拝も祈る言葉は木物も琉球的で全文で、禁じた酒を備える。また、寺に祀る仏つを神、寺を宮と言い,い、琉球の神と区別せず、霊源新たかな神として、歌きを拝むのとさえなく、拝むのだという。また、少年王の時代より中元節の行事に、盆行事が加わり、慶長の役後に、 盆栽は盛大に行われたことが作法師の記録から分かり、期限は不明だが、仏教の影響により盆行事が行われるようになったと述べている。さらに宮里智光は、琉球は人間平等で原世主義であったため、仏教をただ国家鎮護として受け入れ、一般民衆のものにならなかったのも当然のことであると述べている。前述の通り沖縄の仏壇では、 ヘッツイの日ヌカと同じく毎月旧暦の作望になると、とうとう名にお供え物や掃除を行う風習がある。炊いた白米を二膳と沖縄線香を備える。なお、日ヌカを先に、その次にとうとう名を拝む。琉球に同居が伝来した正確な時期を示す文献はないが、1719年に来流した作法寺、序歩行の中山伝信読の中に、 道教のヘッツイ祭りが行われていたとの記述があることから、18世紀初頭には道教が信仰されていた事実を確認できる。その後、道教は琉球土着の日向信仰という合して、女性の間で広く信仰された。波状ルの拝殿、小金福王が、それまで島だった那覇と首里を結ぶ、長皇帝の建設を始めるも幾度となく、頓挫。 1451年にマテラス大臣を日本本土から招き、祈願したところ完成したため、那覇若佐町にマテラス大臣を祀った長寿宮を創建したのが、史書で確認できる琉球最初の神社根流である。沖縄本島には、波状宮、沖宮、四季名宮、普天間宮、末吉宮、朝と八幡宮、天メ宮、金宮の発社がある。 このうち、七社が、熊野本源を、一社は、八幡大臣を祀っている。琉球国一の宮は、波状宮である。キリスト教の伝来は、昭法王の治世の1622年、八重山に、南蛮船が渡航して、布教を行ったのが始まりである。日本では、キリスト教はすでに禁止されていたが、ジャワやルソンから往来する南蛮船が、琉球諸島に、 たびたび寄港していた関係から不協活動が行われた。しかし、この頃から琉球でも、キリスト教は公には禁止されており、また、薩摩藩からも、たびたび禁令が発せられて、琉球側に伝達されていたので、キリシタンは摘発されると罰せられた。琉球における最も大きなキリシタン禁圧は、八重山キリシタン事件である。すでに琉球が、 薩摩の不要下に入っていた1624年、スペイン船が石垣島に漂着した。この船にはドミニコ海シンプル枝が乗っていた。石垣島の宮領まぎりの元頭職石垣英将は彼らをもてなすとともに稽古時を行っていたとして琉球王府に留在とされ、さらに1634年には薩摩藩が石垣の処刑を求め、翌年、火破りの刑に処された。 ルエダ神父も殺害された。これ以後、琉球でも近況策が強化され、1636年、薩摩藩は琉球に周茂改めの実施を求めた。ちなみに、沖縄の一部地域には、薩摩藩による周茂改めに由来する伝統行事が残っているところもある。1844年に、フランスの宣教師が1846年には、 イギリスのバーナード・ジャン・ベッテルハイムなどが来流して、それぞれの軍隊の力を背景として、布教活動を許可するようオーフに圧力をかけた。オーフは対応に苦慮しながらも、五国寺などへの居住を許可したが、布教活動には様々な制限を加えることで対抗した。ベッテルハイムは滞在中琉球方言を習得し、新約聖書の福音書のいくつかを翻訳して、琉球聖書を 作成、後に、香港で出版した。日本本土では、明治維新の少し後、1873年に、キリスト教が黙認の形で事実上解禁され、1880年代の大化政策、大日本帝国憲法の制定により広まった。沖縄では、琉球処分後の1887年、県外のキリスト教伝道師団が来流し広まった。 沖縄戦では、集団疎開と戦火により教会は一時消滅状態に陥ったが、米軍統治下で速やかに宗教面の復興が図られ、1946年2月には沖縄キリスト教連盟が結成されている。米軍による土地収容にベル宣教師が軍政批判の論文を表している。本土復帰以降も、信教の自由により同様である。AB ただし、 期限をたどれば同じものに行き着くエビ白米のお供えは本土仏壇でもよく見られる。皇術の沖縄における民間仏教、ただ高政、沖縄仏教の周辺、1、琉球国由来器と九尾では、札落像と前僧は全く異なった性格を持つ存在なのであって、両者を同一人と見ることは無理なことであろう。 と述べている。実際には、日本本土においても、五国思想、神仏集合、武家の八幡神信仰、法難、敗仏希釈などがあり、一応単純なものではない。うるまし石川の、キリシタン長など、AB、琉球宗教史の研究1965年、第五編、明治の宗教政策第一章古琉球の社辞外観、より、 ただ高正沖縄仏教の周辺、4、沖縄と、全館より。ただ高正沖縄仏教の周辺は、沖縄の宗教と、民族、久保則田先生沖縄調査20年記念論文集1988年に、所集されている。ただ高正沖縄仏教の周辺、沖縄の宗教と、民族、 久保のりただ先生沖縄調査20年記念論文集1988年、初集。浦添市市、浦添市教育委員会、1983年3月231ページ、AB 略演技五国寺、天皇寺跡、那覇市歴史博物館。 w w w r e k i s h i a r c h i y n a h a o k i n a w a j p 2 0 1 9年4月3日閲覧展開実績、那覇市歴史博物館 w w w r e k i s h i a r c h i y n a h a o k i n a w a j p 2 0 1 9年4月3日閲覧 琉球と対中商人エ a サーの起源をたどる東本願寺沖縄別院琉球宗教史の研究1965年第一編神と尊楽第一章尊楽の成立第二節歌記の構造より琉球宗教史の研究1965年第一編神と尊楽第三章尊楽の構成第二節屋敷の構造より宮里と光、 琉球人の思想と宗教、4、外来文化の需要と宗教より、宮里と光琉球人の思想と宗教は、沖縄の宗教と民族、久保則忠先生沖縄調査20年記念論文集1988年に、所集されている。宮里と光琉球人の思想と宗教、3、固有宗教より、琉球人の思想と宗教は、 沖縄の宗教と民族、久保の忠先生沖縄調査20年記念論文集1988年に、所集されている。浮島神社沖縄県神社長、新城敏明、琉球、沖縄市東洋企画。ありがとうございます。